小祝入業株式会社は東京都中野区に本社を置く入業メーカーである。1891年創業の小祝農場を母体都市、1976年小祝農場を経営する小祝農牧株式会社の入業部門を引き継ぎ、同社と三菱系のキリンビール株式会社との接班出資により設立された。二千四年四月にキリンビバレッジ株式会社が 資本参加して筆頭株主となり2005年1月に同社のチルド飲料事業を譲り受け機能統合を行ったその後チルド飲料事業は2007年にキリンビバレッジへ譲渡され2010年12月まで同社から委託される形で生産販売を行っていた小祝農場内の小祝工場埼玉県狭山市の東京工場 栃木県那須塩原市の那須工場などの生産拠点を持つ。2010年9月28日、キリンホールディングスが小祝い入業の再編を発表。まず同年10月29日付で、キリンビバレッジが保有する同社株式すべてをキリンホールディングスに譲渡キリンホールディングスの直接子会社となった。続いて11月末に、キリンホールディングスに対して、 第三者割当増資を実施、キリンホールディングスは株式保有比率をさらに引き上げてほぼすべての株式を保有するようになった。そして2011年1月4日付でチルド飲料製造部門を分割してキリンチルドビバレッジ株式会社を新設しキリンビバレッジに譲渡した。同時に販売委託先もクリコ乳業に変更された。 再編完了後の小祝い乳業は、キリンホールディングスの直接事業主会社に位置づけられ、乳製品の製造、販売に特化するが、2020年10月31日で、フルーツ乳飲料、小祝いフルーツの販売を終了し、2021年3月25日、2021年3月を、もって、便商品の製造、及び、販売を終了すると発表した。 小祝いコーヒー2007年11月1日付で自社の乳製品を除くチルド飲料事業をキリンビバレッジに譲渡した。事業譲渡後もキリンビバレッジからの委託によって午後の紅茶、トロピカーナなどの製品の生産、販売を継続していたが、販売者はキリンビバレッジ名義となりパッケージに表記されていた。本製品はキリンビバレッジとの提携により、 小祝入業がお届けしています。の記述もなくなっている。上日のチルド飲料生産部門上と販売委託先変更によって当社によるキリンビバレッジ製品の生産、販売は終了した。ありがとうございます。